これちょっとね、背景がめちゃくちゃ散らかってて申し訳ないですけど、自分こう、コーヒー飲むのがものすごく好きで、まあ、いつもめちゃくちゃいっぱいコーヒー動画とか出してると思うんですけれども、まあ、今日はコーヒーのお供にめちゃくちゃいいものたち、あの、コーヒーと一緒に食べてるお菓子とか、え、ちょっとそういうのをね、あの、 紹介しようかなと思います。何とし、まあコーヒー単体で飲むこともあるんですけど、基本的に何かと一緒に飲んでるんですよね。その何と一緒に飲んでるっていうのをね、今回は紹介したいと思います。まあ、前はいろいろ食べてて、今もいろいろ食べてるんですけど、まあ、最近食べてて、今家にあるやつを紹介しようかなと思います。ハマってる、ハマってるやつもあるけど、美味しそうだなっていう感じの。 なんか自分はこう、どういうものとこう、あの、コーヒーと一緒に食べるならどういうものなのかって、そう、な、な、な <laughs> コーヒーとの、あの、食べるならどういうものがいいと思ってるかっていうのをね、ちょっとね、あの、紹介していこうと思うんですけど、これ最近めちゃくちゃハマってて、まあ前からハマってたんですけど、これあの、こういうなんか、あの、まあ甘い系ですね。やっぱ甘い系が、 好きなんですけど、最近これハマってるのは、このファミリーマートのバニラクリームサンドクラッカーっていうものがあるんですよ。これがね、本当に美味しいんですよ。これあの、14枚入ってて110円で、めちゃくちゃコスパがいいんですけれども、あの、これが美味しいんですよ。この本当にこのファ,ファミリーマートの、この、これが美味しいんですよ。まあ、これ似てるのある、あって他も美味しいんですけど、これがちょっとね、 めちゃくちゃ気に入ってる感じなんですよ。なんか、こう、周りのクラッカーはやっぱクラッカーだからちょっとしょっぱい感じなんですけど、真ん中のこのバニラクリームが美味しくて、しかもこの、あの、クラッカーとマッチしすぎてめちゃくちゃ美味しいんですよ。ちょっとね、いい感じにこうしょっぱさもあるんですけど、これ最高にコーヒーに合うんですよね。これめちゃくちゃおすすめなんですよ。これ、まあ、110円で安くて、 コンパクトなんでこう、なんか、一回に何個も買ったりしてるんですが、これめちゃくちゃおすすめです。美味しいんですよ、本当に。このバニラクリームサンドクラッカーファミリーマートの。美味しいですよ。バニラクリームの甘みとクラッカーの塩味が、えー、絶妙なバランスですって書いてありますね。そうなんですよ、その通りで。本当にその通りで美味しいんですよね。めちゃくちゃおすすめです。そしてあとは、これ。 これです。これね、まあ、チョコレート系なんですけど、あの、まあ、板チョコとか、板チョコとかも結構ね、好きで食べて、その、純粋なチョコレートですね。この、なんかいろいろ入ってなくて、板チョコですね。そのも食うんですけど、これ、IKEA の、えー、チョコレートなんですよ。この IKEA のチョコレートがね、めちゃくちゃ美味しくて好きなんですよね。あの、IKEA の、あのー、 下にこう、セルフサービスコーナーってこう、倉庫があって自分で、えっと、取る、商品を取ってピックアップするコーナーあると思うんですけど、そこ、レジで支払いして出たところに、ちょっとなんか簡易的なあの、ホットドッグとか売ってるお店とか、で、その隣に、どこの、あの、仙台店でいつも池屋行ってるんですけれども、その他の店舗わかんないですけど、仙台店だと1階のところに、あの、いろいろ、あの、食べ物を売ってるところがあるんですよ。結構こう、輸入した まあ、スウェーデンかちょっとヨーロッパだと思うんですけど、その、イケアレストランで出てくるような食材とか、その冷凍食品とか、お菓子とか、お酒とか、調味料とか、そういうのを扱ってるお店が入ってて、そこで買ったチョコレートなんですけど、これもね、1枚100円プラス消費税ぐらいで、まあ、コスパのいいチョコレートなんですけど、これがね、そこら辺の あのー、そこら辺のって言ったらちょっとあれですけど、板チョコよりも美味しいんですよ。結構甘みが強いって言っても、ただ単に強いんじゃなくて、なんかあるじゃないですか、こう外国のチョコレート、その日本のチョコレートにはない外国のチョコレート独特の甘さ、独特の甘さっていうかちょっとね、言葉で表現するのは難しいんですけど、そういうなんか、あの、異国感のある感じなんですよね。 それがめちゃくちゃ好きで食べてます。甘、甘みがすごい強いんですけど。なんか、これは、これは本当に甘くて、これ単体で食べるとちょっと甘いなって、甘すぎるだろみたいな感じがするんですけど、コーヒーとこれめちゃくちゃマッチしすぎてやばい食べ物ですね、これ。しかも、なんか、普通のチョコレートよりも、なんか若干こう、大きいかわかんないんですけど、結構あの、重、重いんですよ。ずっしりしてて、結構ね、 あの、値段の割にガッシリしてるような感じのチョコレートですね本当に業務用、業務用とかあんのかわかんないですけど、業務用みたいな感じで、感じのなんか重厚感っていうかそんな感じなんですよね。うん。めちゃくちゃこれが、あの、好きです。あと、この板チョコってこう割れるじゃないですか。これは、その普通の板チョコよりも、あの、割るとちっちゃくなるんですよ。普通の板チョコよりも。こんな感じでね、まあ、これ、 実寸大ではないですけど、こんな感じで正方形に割れるんですけど、こんぐらいですね。こんぐらい。今の指で触ってますけど、だから、2センチ四方ぐらいに割れるんですよ。だから本当に一口サイズで割れるんですよ。なんかこう、日本のチョコレートって、あの、割った、あの、あの、溝に沿って割った破片はちょっとデカすぎる気がして、一口には。 ま、その分薄かったりはするんですけど、これはめちゃくちゃこう一口サイズに割ることが、でかい割に一口サイズに割ることができるって感じで、多分料理とかに使うことを想定されてるのがわかんないですけど、そんな感じでね、めちゃくちゃ美味しいです。これ料理とかにもおそらく使えると思います。もしかしたらそれ用にも作られてるのかもしれないんで、料理とかに出るのもおすすめかもしれないですね、なんか。チョコ味のなんかとかクッキーとかケーキとか。そういうの作るんでも、これね、いいと思いますよ。そのまま単体で食べるだけじゃなくて。これ色々あるんですよ。 えっと、自分の知ってる限りではこれ3種類あって、これがミルクチョコレート味味味これがミルクチョコレート。これが、えー、ナッツが入ってる。ヘーゼルナッツが入ってるミルクチョコレート。これのナッツが入ってる番。あと、ダークチョコレートっていうのがダークチョコレートちょっとなんか微妙で、あんま、あの、ダークチョコレート自体があんま好きじゃないので買ってないですけど、あの、これとダークチョコレートがあります。料理とかに使うとダークは美味しいのかなっていう感じですけど、うん。 そんな感じです。あとは、これも、IKEA なんですけど、これ、えー、カフェ、カフェレップカフェレップでいいんですかねスウェーデン語読めないんでちょっとあれなんですけど、こんな感じでね、あのー、クッキーなんですよ。こんな感じで、裏表でなんか色の違う、えー、っと、ので、中、中がチョコレートで。で、この、 裏を持ってて違う色ののククッッキキーーででサンドされれるって感じのまあクッキーなんですけれどもこれもっすねこれがね、本当美味しいんですよ。これもね、結構、これもやっぱずっしりしてる感じのクッキーで、結構ね、あの、なんか中のチョコレートが硬いチョコレートじゃなくて、なんか、なんて言うんでしょうね。結構柔らかい、生チョコ、生チョコではないか。なんか、あの、 パンに塗るチョコレートクリームのちょっと硬いバージョンみたいな感じぐらいの入ってて、パリって感じじゃなくて、ぬるっとした感じが結構好きなんですよ。めちゃくちゃ美味しいんですよね、これが。これもおすすめ。これもね、これ1本100円ぐらいなんでめちゃくちゃ安いんで、これおすすめですね。まあ、ちょっとね、これ近くに行けやがないんでなかなか行けないのはちょっと残念ポイントなんですけど、 まあ、それは、しょうがないっすね。あとは、ちょっとお風呂が沸きましたが、あれ、キャラメルコーンあるじゃないですか、キャラメルコーン。皆さん知ってると思うんですけど、キャラメルコーン、あれ80円くらいでめちゃくちゃ安いんですけど、あれもめちゃくちゃ合うんですよ。あの、キャラメル感と、あの、コーンの感じがね、コーンの感じって言ったらちょっとおかしいかななんて言うんでしょうね。 あれでもね結構なんか味的に個人的に好みでまあコスパがいいっていうのとあとキャラメルが結構好きなんであれ好きなんですよ意外となんか意外とねあのー、あんまあのー、コーヒーと食べるかって感じだと思うんですけどあれめちゃくちゃコーヒーと合うんですよねあれですかねまあ基本的にこう何回も買って食べてるのはまあ こんな感じのやつなんじゃないかなと。ちょっと、あの、マニアックかもしれないですけど。まあ、自分はそんなのと食べてるって感じですね。あと、一緒に食べたら美味しいのではないかってやつは、まあ、なんて言うんでしょうね、こう、ケーキ寄りの菓子パンみたいなそういう感じのと一緒に食べてますね。これとか、まあ、家族が自分の好み分かってて買ってきてくれたりするんですけど、これ、まあ、食べたことはないですけど、ふわふわクリームシュフォンみたいな。 これなんかシュフォンケーキみたいなやつですけど、こういうのってまあおそらくコンビニとかに売ってると思うんですよね、こういう。あの、まあ菓子パンのコーナーにあるけど、ケーキ寄りのものってあるじゃないですか。結構クリームとかをふんだんに使ったものとかあると思うんですけど、まあ太るんですけどね。それが結構コーヒーと合うっていう感じで、まあこういう感じのやつですね。ふわふわシュフォン。あと、これですね。まあこれは結構好きなんですけど、結構売ってないとこが多くてあれなんですけど、チュロキこれはセブンイレブンのやつなんですけど、 チュロキ。この表面にべったりと砂糖がついてて、なんて言うんだろうな、これ。生地、生地なんて言うんだろうね。チュロ、チュロスとは違うかな。でもチュロスかな。なんかチュロスよりは柔らかいんですけど、そういう感じの生地に、丸めた感じのやつにめちゃくちゃこう、砂糖がべったりとついてるんですよね。これがすごく美味しいんですよ。うん。なんか表面はこう砂糖が、 塗ってあって硬いんですけど、中が柔らかいみたいな感じで、ものすごく美味しいです。あとは、これはローソンの、まあ、これあの、あの、合いそうだなと思って買ってきて、いつもは食べたこと、もう食べたことないんですけど、ふわふわ卵のシュフォンケーキ。これめちゃくちゃでかいのに、125円でめちゃくちゃコスパがいいんですけど、こういうのも意外と美味しいんですよね。お菓子じゃなくても、だから、あの、 そのケーキ寄りの菓子パンみたいなものすごく、もちろん菓子パンでも合うんですけど、こういうのめちゃくちゃおすすめです。でもね、かなりカロリー高いんで、これ気をつけた方がいいと思いますね。こういうクラッカー系とかはめ、もうね、カロリー高いんですよ。これもね、カロリー、カロリー。これ501カロリー。14枚、これ一袋食べると500、百カロリー。まあ、こう、やっぱクラッカー系が一番高いですね。これ、うん これ一本食うと500カロリーなんで、ま、一食分まではいかないですけど、そんぐらい取れちゃうので、気をつけた方がいいですね。あと、これ、こういうのも絶対高そうです。200カロリーはありそうですね。うわはは !415 カロリー。高。<laughs> ちょっと自分でもびっくりするんですけど、ま、びっくりするぐらい、カロリーはやっぱ高いです。あの、予想してたよりは絶対高いんですよ。予想してるカロリーよりは絶対高いんで、これは気をつけた方がいいです。これは、183カロリー。1個あたりだから、 500カロリーは超えます、これ。やっぱ高いっす。これ325か,か、カロリー。まあそ、そんなにた、今、これを見るから高く見えないだけで、高いっす、普通に。300カロリーとかね、低く見えるけど、高いんで、気をつけてください。だいたい1食がね、 5から600カロリーって言われてるので、1個食っちゃうともう本当にね、1日4食とか5食食ってるような感じになっちゃって、本当にどん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 膨らんでって、それが自分なんですけど、結構それやばいんで、気をつけた方がいいと思います。でも板チョコ系は意外とと言ってもカロリー高いのかな、やっぱり。高かった。549カロリー。でもこれね、板チョコってこれ基本的に、あの、こういう系が一番危ないんですよ。 この、菓子パン系が一番甘くて、開けたら全部食っちゃうじゃないですか。だから一番危ないです。でもこのクラッカーとかはまあ、一本食べることって全然ないんですよ、これ。自分。4日か5日かけてちびちび食べていくんですよね。だから、こういうのがおすすめかなって。こういうのもたまに食べるんですけど本当にたまにで、こうなんか、あのー、一個一個分かれてるやつを結構食べますね。うん。 これ、4日、5日に分けて食べるんですけど、それでも、1日100カロリーぐらいは取ってるんで気をつけた方がいいと思いますね。あと、板チョコはもっと持つけど、1週間以上ね、1回開けたら持つんですよ。この、豆ですけど、これ、イケアの、これなんですよ、なんか、クリップみたいなやつこれ、こう、なんか、こうやって上下に突起がついてて、ね、袋をがっちり挟み込むような感じになってて、片手じゃむずいんですけど、ここにこう、 難しいな。まあ、ここに袋を挟んで、こう、カチッとやって、止めとくやつなんですけど、こういうやつで、まあ、保管しといて、板チョコの場合はね、1週間以上持つんで、でもそれでもね、体低いって言えないんで、やっぱちょっと気をつけた方がいいよなっていう。100g あたり、あ、そうか。100g だから、まあ、これ1つ 100g なんで 100g ですけど、549カロリー。だから、あのー、まあ、 どの間えっ、ー、と、いつ、5日で食うと1日100カロリーくらいですね。5日かけて食べてもやっぱり100カロリーぐらい取っちゃうんですよね。うん。そんな感じなんで。10日、でも10日は持たないな、さすがに。10日かけると50カロリーですけど、こういう、やっぱうまいものっていうのはカロリーが高いので、そこ気をつければいいかもしれないですね。まあ、こんな感じのものを食べてますよという感じです。 まあちょっとこれ、あのー、長々と紹介しといたあれなんですけど、太りたくないっていう人は、コーヒーだけ飲んでください。コーヒーって基本ゼロカロリーなんで、牛乳も砂糖も入れなければ0ロカロリーなんで、コーヒーだけ飲んでれば太る心配はないです。でも、こういうのに手を出してしまうから太っちゃうんですけど、美味しいのでおすすめです。まあ、あの、本当におすすめなんで、あの、ぜひね、あの、機会があれば買ってみてください。ではまた。